まあ、この方であり、皆さんに向けて、ちょっとお伝えをしたいと思います。で、このね、副会長の悩みというのは。中学生がこう言ってます。全くもって政治の話も一緒じゃないですか。大人の僕らが、いや、なんでどうするんだ。今日ね、ちょっとどうしてもね、言いたい話があったので、あともう数分なんですけど、これだけはしてください。とね。沖縄県の。 浦添市の中学生、うん、中学校でね、副会長生徒会の副会長をやってるっていう人から方から <laughs> メールが来たんですよで、ね。個別にメールの返信をしてほしいっていうのがあったんですが、ちょっとなかなか返しきらないので、ここで、ねまあ、この方であり、皆さんに向けてちょっとお伝えをしたいと思います。でこのの、ね、の副会長の悩みというのは 生徒会員にもっとみんなの目を向けたいと、関心を持たせるために SN、SNS を使いたいって言って、学校に相談したら、運用するリスクが大きすぎて許可できないって回答だったと。でも SN、SNS を使ったり、とにかく IT リテラシーを高めることが、今、これからの日本に必要なんじゃないかと。さらには、全校生徒に興味、関心を を持たせて生徒会で生徒が一つの組織として一つの学校を作り上げていくことを目指すべきじゃないかというのがこの副会長の見解でどうですかっていう問いだったんですがいやその通りです全くリスクが大きいからやらないっていうんじゃ何も前に進まないっていうのも書いてくれています 中学生がこう言ってます。ね。生徒会の話でしたけど、全くもって政治の話も一緒じゃないですか。でみんなで興味関心を引きつけて、で、みんなで作り上げていくんだっていうのを、中学生でも理解してますよ。立派ですね。で、あるならば、大人の僕らがいやなんでどうするんだっていう話だと思います。ここのね、ちょっと、 個別に返せないですけど、でも、裏添えしてなんかね、さっき調べたら、ここの人、TikTok とかやってた方っぽいんで、市長に相談したらいいんじゃないかな。TikTok 市長とかなんか検索して出てきたんで。<laughs> うん。多分、市長が乗ってくれると思います。はい。かな。というところで、どうかな。ちょっとね、またスパチャ例によって全然読めてませんが、